はーい、モルカです。えっ、ー、と、年末年始なんで海外でサウナ入ってます。で、今、ペルーなんですけれど、ペルーのクスコという町で、この、見えるかなプシャローっていうサウナ、あの、昨日行ってまいりました。やっぱ日本のサウナって最高なんだなと逆に <laughs> 思いましたね。えっ、ー、と、 結構高いんですけど、あのー、いわゆるタオルとかついてタオルサンダル、えー、ソープまあ石鹸かで時間はアンリミテッドなんですけれどそれで50ソル大体いい日本円で1500円なんですけれどこれ新橋のアスティルとあんま変わんないんで <laughs> 水風呂もないのにちょっとだいぶ高いなっていう感じですねで何にもなしあのそういうタオルとかなしだと40ソル1200円っていう感じですね でサウナ自体は結構広くてドライなやつとスチームタイプ2つありましたでドライが好きなんでドライに入って水着つけながら男女共有で入る感じで <coughs> あの多いその S ウェーブみたいなサウナに似てるかなっていうふうに思いましたただサウナ室は結構暑くてあのドライサウナの中が二重になってて1個目開けて ちょっとぬるいドライサウナ。で、もう一個開けて、あの、二個目のドライサウナがあるんですけれど、で、そこは結構暖も高くて、で、現地のペルーの人は、あの、そっち熱すぎるのか、全然入ってなかったですね。どっちかっていうと、ぬるめ。ちょっと何度か分かんないですけど、60か70ぐらいのドライと、僕が入ってたのは多分80、90ぐらいのドライかなと思うんですけれど、で、音楽流れてるんですけれど、まあ、テレビとかはなくて、 あの時間計もないのでのアップルウォッチのタイマーで大体8分ぐらいでいい感じに汗が出てで水シャワーを浴びて、まあ、休憩のところはむしろかなり充実してて椅子たくさんあるのでそこであのぼーっとして、まあ、サンセットをきっちりやってきれいにあのいわゆる整う感じにはなれたので。 まあまああのー、むしろ環境にアジャストしてあの整えるようになれてきてますかねまあそんな感じで海外でもちょこちょこサウナ入っているのでまだ上げてないんですけどこのペルーとえー、っとどこだっけあのチェコチェコのプラハとワルシャワでポーランドですねとかで入ったりしているのでちょっとそこら辺もまた動画にしていきたいと思います あと初めて動画にコメントをいただいて、もう少し引きの絵で撮りなさいというアドバイスをいただいたので、あの、ちょっとだけ引きの絵で撮ってみてます。そんな感じでした。森川でした。